はい、次はアオリイカの浮き釣りにの仕掛け作ってみます。あらかじめ、浮き止め糸はもう作っています。だいたい一広半ぐらいのところですね。一広半ぐらいのところにして、この仕掛けが、1メートルになってるんで、だいたい二広ぐらいから、二広だからだいたい3メートルぐらい、そこからだいたいスタートしていきますんで、浮き止めの次に糸が絞り玉、絞り玉、こう大きい穴とちっちゃい穴があるんで、上の方につけるのはこのちっちゃい穴、これを通して、で次は浮きですね。浮きはもう自分で立つ自立浮き、重りが入ってる浮きが使いやすい。でもうアオリイカの場合はもうそんなに神経質な仕掛けがいらないんで、次の下りは入れても入れなくても別にどっちでも構わないんです。今回はちょっと一応入れときます。で普通のカゴ釣りとか深瀬釣りとかの場合はもう次に浮き止めゴムを入れるんですけど、それなもんもいらないです。でこれはささめの、ノリノリ天国っていう仕掛けです。でこれはもうこういうサルカンのところから外せるようになってますんで、もうこういうのは簡単にもう輪っか作って、ね、輪っか作ってもここにつけるだけで、もうこういう簡単な仕掛けで大丈夫です。サルカンのところに輪っかを通してサルカンを締める。あとはもうほどくだけです。はい、こういう風な仕掛けになってますね。で、餌の生きたアジをつけるのはここの鼻のところ、鼻のところにつけるんで、背中かな